どうも皆さんこんばんは、ユニクラひねくれゆうまです。ライブ DVD 届きました。ついに、本日2023日1月18日リリース、ブルーレイユニゾンスケアガーデンツアー2022パレードプラウドフィエスタアット府中の森アーツシアターの DVD がやっと届きました。ちなみに今日は、1月20日です。発売日の日に発送されて、次の日届くかと思いきや、不在票が入っていて、さらに1日経って今日やっと届きました。分厚いですね。こんなに分厚いの？ですね、ブルーレイの他にも、CD が2枚と、フォトブックレット。ちょっと開けてみようか、もう早速。いやー、待ちに待ったね、本当に。いや、これ苦手なんだよな、本当これ開けるの。これ開けるのが超苦手。わかる？これ CD とかも本当に開けれない。うぇー。あ！はい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 、 CD とこれが何これ、あ、 DVD に携わってくれた人のクレジットとこれか。はい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 、たまんないね。あ、これ、あ、そっかそっか、僕はあの一応名古屋と東京行ったんで映ってるわけないか。まあこういう ブックレットがついてきたのと、この謎のシリアルコード、ツイッターで探しまくったけどよくわかんないシリアルコード。ユニゾンスケアガーデン、ブルーレイ DVD 特典映像視聴方法に関して、特典映像が見れるらしいですね。ユニゾンスケアガーデンツアー2022カレードプラドフィスタと府中の森アーツシアター20229月20日ブルーレイ DVD 初回出荷分にて閲覧いただける特典映像、音楽と行こう by au5G ライブ、 5G ライブの視聴方法は下記をご確認くださいということで、1月18日から3月31日まで、見れます。au がやってくれてんの？ライブ演奏パートのみ。へー、これはラッキーや。と、これですね。と、DVD と CD。ライブ CD。こんなにあんの？ライブ CD。7月から9月末まで開催された全国ツアー、カレードプラウドフィエスタ全25公演から9月20日に行った府中の森芸術劇場の公演を収録。最新シングルのタイトル曲はもちろん、カップリング曲、ナノサイズスカイウォークを含め、ハーモナイズドフィナーレから始まり、アンコール最後のバチガイハミングバードまで余すことなく収録。そして、ライブ映像とともに楽しめるライブ音源、ライブ CD、さらにライブ写真を収録したフォトブックレット付属、映像で楽しむ、音で楽しむ、写真で楽しむなど、様々な側面から今回のライブを楽しめる内容となっている。また、初回生産分にはシリアルナンバーを封入予定、10月にはシングル、カオスが極まるをリリースし、その後、10月末からライブハウスツアー、フィエスタ・イン・カオス、ケイオスを開催し、活動し続けるユニゾンスケアガーデンの今をしっかりと届ける作品ということで、分厚い、とにかく。そしてですね、僕はですね、このこれを購入するにあたってですね、あ、そうか、まず期間限定先行予約特典受付終了済み、このアクキーが、よいしょ、アクキー、このジャケットのアクキーですね。これ前もあったね。なんかについてきたね。カオスが極まるにもアクキーついてきたのかな？これ。あ、シッと。そしてですね、予約特典なんですけど、これ全国 CD ショップ、ネットショッピングサイト共通購入特典、Amazon を除く、B5 クリアファイル、そして Amazon オリジナル特典としてユニゾンスケアガーデンの Amazon 限定ミニ巾着と。そしてライブ会場限定予約購入特典ということで、僕はあのフィエスタインケイオスを青森と仙台で見に行ったんですけど、その時に青森でこれを注文しまして届きました。サコッシュ開けてみましょう。なんか思ってたサコッシュと違うな。サコッシュっていうの、これ、これサコッシュっていうの、あ、サコッシュか、一応。なんかユニゾンもね、グッズでサコッシュよく出してるけど、こんなんじゃなかったと思うんだけどな。こうか、
そう。何これ、合ってんの、穴開いてるけど思いっきりこういうもん、穴開いてますけど、ほら穴開いてるよ。不良品じゃないのこれ、不良品。穴開いてんな思いっきり。おい、めっちゃ縫い目甘いもんここ。甘い甘い、甘すぎる小沢さん、これ。これこっから入れれるもん、こっから入れれちゃうもん、手品で使う時のやつだもんこれ。ということでね、皆さんサコッシュ届いた方、ちょっとこれ穴開いてないか確認してほしいんですけどこういう仕様なのか、いやこれはねわざと開けてんですよって言われたらもうしょうがないんですけど、一応これサコッシュということで、ちょっとね最後このサコッシュ穴開き事件のせいで締めっぽくなりましたけども、まあこんなとこですかね。ユニゾンのライブ DVD 発売を記念して、僕もちょっとこれを早速見ないといけないんでね。あともうこの音楽と行こう by au5G ライブを見ないといけないんでね、ちょっと今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ今日はここまで、バイバイ。